タネザキさんが演じるアーニャのその絶妙な、はいあもうアーニャ語って言っていいんですかね。うん、なんかもう、その喋り方がやっぱり、うん、僕は聞いててめちゃくちゃ毎回楽しみなんですよね。アドリブも含めてですけれども、なんかその、うん、一言、なんか、あの、うわーとか、なんかその、うん、リアクションですか、はい、リアクション一つとっても、うん、なんか、どんどん漫画、こう、 会を追うごとに、表情が豊かになっていくじゃないですか。やっぱり第1話の時とかって、アーニャってまだ個人にいて、まあ、ある意味、静かな、こいつ静かなんだよっていうところから紹介があって、引き取って、家族として生活していくと、どん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 子供らしさというかね、戻っていく感じというか、だからもう、まあ、第1話は言ってしまえば、一番大人しいアーニャですからね。 確かに、貴重、はい。貴重ですよ。貴重アーニャーですよ。ここからどんどん、もう、パネザキさん、無双が始まります。無双っていうか、なんか、あのー <laughs>、制作の方々も、はいはい、な、なんだろう、うんと、期待してくださって <laughs> いるのだと信じたいっていうぐらい、あの、すごい、はい、あの、この先、アーニャー、あの、はい 動く <laughs> めちゃくちゃ動くっていう、ね、アドリブ求められてるみたいな感じで。<laughs> やらねばっていや、本当に。そういった意味での、その、あの、自由さとか、うんうん、まあ、その、アーニャに、アーニャの、その自由さみたいなところを求められてるっていうのは、うん、やっぱりなんかね、プレッシャーでもあり楽しいんだろうな、みたいなことは毎回思ってます。 やらなってます。<laughs> <laughs> 楽しいです、確かに。はい。えーえー、だからね、今後もね、そういうアーニャのいろんな面をね、うん、見ていただきたいなと思いますけれどもね。はい。えーはい